こんにちは。柏流一の今日のインテリアのスタジオに出していただきます。今日はプーチンは北方領土を返すのか、ダブルスピークで読み解くロシアの本音と、こういうテーマについてお話をしようと思います。まあ、最初にね、ショッキングな事実から紹介しようと思います。6月6日、昨日ですね。昨日は実はノルマンディ上陸作戦から80周年でした。早いですね。時間が経つのはね。えー、当然プーチンは招待されていません。当然ですよね。これが何を意味するのか、こういうことですよね。 まあ、ロシアは第二次世界大戦の戦勝,戦勝国としてはもう認められなくなったとこういうことですよね、まあ、ヒトラーと同じとそれはそうですよねもしフランスに来たらあの国際警察にひょっぴかれますからねもう絶対フランスの地は住めないパリには行けないとこういうことですよね、まあ、ドイツも行けませんけどねイタリアも行けませんけど、まあ、日本にも来れませんよねもうお尋ね者であるとそうだからもう本当にねそれからしてももうロシアはどうしようもない国になってしまったなとそういうことなんですよね。 これは何を意味するかというと、外交的にすごくロシアはこれてしまった。そういうことですね。友達と言えるのは、今では中国だけ。で、その中国からも足元を見られると。原因は、買いませんよとかね。いろいろね、人民元で、売り買いますよとかね。もうそういうこと散々言われてる。あ、三権神宮に、次のような記事がありました。ちょっと読み上げてみますね。ウクライナ侵攻を続けるロシアのプーチン大統領はいつか。 ロシア国内を攻撃できる兵器をウクライナに供与する国があればその国と敵対する国や地域にロシアも兵器を供給,供給を検討していると述べたウクライナに兵器を供与した国の重要目標がロシア製兵器で攻撃される可能性があると警告したロシア北西部のサンクトペテルブルクで5日に開幕した経済フォーラムに合わせて行われた各国の通信社幹部らとの会見で発言したとあプーチンがですね えー、共用兵器によるロシア国内兵器攻撃を許可した欧米諸国がロシア製兵器で攻撃される可能性を示唆することで欧米に対ウクライナ軍事支援の停止や、えー、ロシア国内攻撃の許可の取り消しを迫った形だ。プーチン氏はまた欧米が兵器供与を停止すればウクライナでの戦闘は2か月から3か月で停止すると主張欧米はロシアが核兵器を絶対に使用しないと考えている。 ロシアの核ドクトリンに何と書いてあるのかを読んでほしいとし国家主権や領土的と一,一体性が脅かされる場合ロシアはあらゆる手段が可能使用可能になると述べたと一方ロシアが、えー、NATO を攻撃する恐れがあるとする、えー、欧米側の観測が馬鹿げていると、えー、一蹴したとプーチンはウクライナ侵略でロシア軍の損失に関しウクライナ軍より数倍も何倍も少ないと主張。 えー、ロシア軍の将兵1348人がウクライナ軍の捕虜となっている一方ウクライナ軍将兵は6465 64人が捕虜となっていると述べたプーチン氏はウクライナ侵略で過去最悪水準となった日露関係にも言及ロシアは平和条約の締結交渉の再開を拒否していないとしつつそのためには日本が対ロ姿勢を見直すことが必要だと主張した またロシアが不法,不法占拠する北方領土を将来訪問する可能性を排除しなかったとこうあるんですけどどうですかねこれね聞いてて、ね、なんやまたいつ,も同じいつもと同じ調子やなとそうふっと見てたんですけどふっとね今思い出したことがあるんですけど何かって言ったらこれジョージ・オーエルな、ね、んだジョージ・オーエルの世界やと。 こうふっと気がいたわけよ例えばジョージ・ウェイの中だったらね作中の党でスローガンで「戦争は平和である」とこういうなりましたよね反対のことを言い換えるわけですね。軍事をつかさどり永久に戦争を続ける平和賞とかね国民に対するプロパガンダを行い歴史と記録を改ざんする心理賞とかねあとは徹底した統制経済労働管理で国民を搾取し戦時経済を維持させる「法府賞」とかねなどの機関名がその典型 まあ、プーチン発言も実はこういう言い換えてる、ね、ものの言い換えをしてるダブルスピーガンではないかとふっと僕は気がついたわけですよ。それで読み替えてみるとどうなるかっていうとウクライナに兵器を供与した国の重要目標がロシア製兵器で攻撃される可能性はないとこうなりますよね。 で国家主権や領土的一体性が脅かされた場合ロシアはあらゆる手段が使用可能になると言ってますけどこれは、まあ、だからロシア本土は攻撃するなと言ってるんですけど実際にはあらゆる手段が利用可能というわけではないと <laughs> なんか全部なんか事実が暴露されるような気がしませんかそう通りやんけそういう気がしますよね。でロシアは平和条約の締結交渉の再開を、まあ、考えてもいいよと言っているのを実際現段階では拒否すると。 そういう声に見いますよね。なんやそういうことか逆にしたら全部本音やんけって <laughs> そんな感じですよね。このぐらいロシアウロ嘘つきなんですよね。本当に、ね、納得ができます。ね、やっぱりね、あのウクライナのね、あのウクライナ戦争をね、終了後の世界、これを皆さんちょっと頭の中でふっと思い浮かべてください。ロシアはね、ほぼ永久永遠に国際社会国際社会の善民であると癒しい民であるとそういう評価がずっとされることでしょう。 まともな外交関係は築けないですよね。ですから、クリミア半島を確保した状態で、もし停戦すればどうなるかっていうとまあ、100年単位でロシアは国際社会から孤立することになるでしょう。なぜ、北方領土の問題を持ち出したのか、これはすごくよくわかりますよね、えー、本当にロシアのものであれば、議論にも出す必要はないですよね。だから、以前のように日本を騙したい。なんだかうまくね。餌を釣りたいとそういう意欲があるんでしょう、ね。でもそれ以上にね。それ以上に。 外交的孤だから本音のところではね将来的には北方領土を返したくなると僕は予言してもいいですねああもう絶対返したい北方領土を絶対返したい絶対返したくなるもう返したくて返したくて仕方なくなくなるしかがなくなるとそう私は予言してもいいと思います。 本当にね怖いのはどういう瞬間かというとプーチンが沈黙する時ですよねこういう場合ねお前ら核攻撃してるからなと言,、えー、言う時はねまだまだ大丈夫なんですよね本気でねなんかむっと全然沈黙してね何も言わなくなる瞬間これが一番怖いですよねこれだけ見ときゃええとこう思うんですよね。ま中、あ、中国国ががねアアアアメメリリカカとと戦争の後アジアがどうなるのか どうううなるるのかっていうことといこにも大きく依存すすは思うんですけどやっぱり北方領土は帰ってくるぜとそう言わざるをえないですよね。まあこのダブルスピーキというんで読解するっていうんで他の記事もちょっと読んでみたんですよ。だからバッチリやんけとそういうことが分かりました。エクスプレスの記事をちょっと読んでみますね。 ロシアのプーチン大統領は西側諸国に対する恐怖の警告としてロシ,アにロシアが敵に武器を供与することで報復する可能性があることをゾッとするような形で示唆した。サンクトペテルブルク国際経済フォーラムで外国人記者との議論の中でプーチン大統領はウクライナが米国の武器を使用してロシア領土を攻撃した場合深刻な反響を招く恐れがあり非常に深刻な問題につながる可能性があると警告した。 彼はもし誰かがそのような武器を戦場に供給して我が国の領土を攻撃し我々に問題を引き起こすことが可能だと考えているならなぜ我々はそれらの国の機密施設への攻撃が行われる世界の地域に同じクラスの兵器を供給する権利がないのかと疑問を呈したないですよね権利ないのあるあるように言ってるアホですよね本当にプーチンね彼はさらにつまり、えー、対応は、えー、非対称になる可能性がある 我々はそれについて検討すると付け加えた。ロシア安全保障会議の副議長ドミトリー・メドベージェフもこうした意見に同調した「プーチン大統領の同盟者は西側諸国の姿勢を激しく非難しアメリカとそのよだれを垂らすヨーロッパのインドもはこう考えている。我々には我々の国の敵であるウクライナにどんな武器でも送る権利があるがロシアは助ける国はない」と付け加えた。 こうした発言の背景には NATO 同盟国がウクライナがロシア国内で限定的な攻撃に自国が供給した武器を使用することを許可するという決定があると。この動きはモスクワが北東部の地域で新たな攻撃を開始する能力を阻害する可能性があると。ウクライナ当局はロ,ロ,シア軍がロシア軍が弱点を突いてウクライナ軍を効果的に転向させた5月10日のハリコフ攻撃に続き 新たたな攻撃の可能性についいてて懸念を表明していたウクライナは制限付きであるものの米国が供給した兵器をロシア国内など標的に使用することをワシントンから承認されているウクライナ国会議員のイエホル・チェルニーエフ氏は AP 通信に対しこれらの兵器はロシア軍が駐留し攻撃を仕掛けるウクライナ東部のロシア国境地域でのみ使用できると語った。民間地域を含むウクライナに ウクライナにミサイルを発射する飛行機や航空機を標的にすることは許可されていない。チェルニーエフ氏はウクライナはハリコフ地域で北東構成の勢いを止めたと指摘ロシア軍がさらに前進する可能性はあるものの今は今や我々はハリコフ国境付近のロシ,ア、えー、とロシア領土にいるロシア軍を破壊できると述べた。我々はまた,また、うん、彼らが我々に対して使用した防空システムの位置を既に破壊した。 これれ S300 S400 と S とか、ね、やられてますよねロシア側は、ね、で議会の、えー、国家安全保障防衛情報委員会の副委員長であるチェルニーエフ氏は付き加えたホワイトハウスのジョン・カービー国家安全保障担当報道官は「ウクライナ軍が敵機を撃墜することに制限はなかったと,、えー、明言したたとえそれらがそれらの航空機が必ずしもウクライナ領空内にいなくてもウクライナ軍は差し迫ったき脅威となるロシア機を撃墜できる」。 そして実際に撃墜している戦争が始まって以来ずっとだ,っだからあの飛行機だったら無条件落とせるよってことは改めて念押しをしてるんですよね。でバイデン大統領はこの立場を強め ABC ニュースに対し我々はモスクワやクレムリンを攻撃するためにウクライナに武器を与えることについて話しているんではないと語った。同志は えー、提供される武器はウクライナが、えー、とロシアがウクライナに侵入してウクライナ人を殺害するために使用する通常兵器による激しい攻撃を受けている国境のすぐ向こう側で使用されることを意図していると強調したウクライナで攻攻めててくるるだだけを攻撃しいんここういうことですね、えー、バイデン氏はプーチン大統領の行動に懸念を示し同大統領を独裁者と表現しウクライナ防衛から逃げることはできないと主張した。 えー、同志はあっとロシアがアジアヨーロッパでさらなる脅威を与えるのを防ぐという決意を確認した、まあこういうわけなんですけどやっぱりあれですよねどう考えたってロシ,アロシアはもうとにかく、ね、同じようにやったるどって言ってますけどさっきの、まあねはね、ダブルスピーチじゃありませんけどそういうことはないとそう言われてしまいますよね、まあ、確かに、ね、こればっかりに耐えるのはすごく危険ですよね本当にやられたらどうするのやということになるかもしれませんけどどちらかというと攻撃はしないでしょうね。 そういういいいにこう読み取れるんじゃないかなかとこう個人的には思いますまあわかりませんけどねでも本当にねあのこうなんですか日本に対してこう、ね、領,土領土問題のことを持ち出したっていうのはそれだけプーチンが追い詰められてる証拠であるこれは絶対確かだと思いますねですからもうそれを言わないともうとにかく日中もサッチも先に進まないもう本当に経済もボロボロで、えー、軍事もボロボロ本当にね国内をた立て直す可能性がほとんどないんですよね。 これはね多分予言してもいいと思うんですけどロシアに民間航空機が飛ぶ時代は当分先になりますよね理由は簡単で補給物資が全然海外,海外から輸入してもらえないからですねだからあの飛行機のクズだけがこってなんか民間航空機だっけはねなんかもう地上に地上にね並んでると。 それだけにななるででしょううねねそれは仕方がないですよ、ね、もうだからどっかであのなんかあニコイチをやってるずっとニコイチをやってるとてねえダメになった分を他の飛行機からペスってきてでそれでやってるんですけどそういうことをやってるんでだんだんこうロシア国内を民間の航空機が飛ばなくなる時代とそういうのがやってくるでしょう。 だからあのロシアは、ね、資源も豊富だし人もいっぱいいるから大丈夫なんだよという人は多いですけどやっぱり、ね、カーフェイズで西側から輸入しているものって今はすごく多いんでもうそれが全然入って原,原則的に入ってこないんでそれはちょっとは、ね、密輸入とかあるかもしれないでも、ね、原則的に入ってこないんで国内のとにかく航空網というんですか壊滅するということは明らかなんですよね。 でそういう状態が何十年も多分これから続くわけですよ。さあロシアはどうなるでしょうかね。もうそんなもうロシアもあと本当にねあの跡、ー、がないなとそういう気がしますね。だからどんな形でウクライナ戦争が終わるにしても、もうロシアの将来戦なさっていうのははっきりしているとこう思います。ですからさっき言ったみたいにダウルスピーキーでねロシアのプーチンの発言を読み解くっていうのはすごく重要なことではないかなとこう思いました。 ま、今日はこのぐらいでよろしかったら湯煙包丁チャンネル登録もぜひお願いしますそしてあのサンクスねぜひお願いしますねえー、あったらやる気が出ますんでよろしくお願いしますじゃあ失礼しますね失礼します